皆さんこんにちは。 MSTV アシスタントの小鳥ちゃんこと高梨玲奈です。今回試乗したのはこちら、ヤマハの 125cc2 台、こちらの XSR125 と YZF-R125、 この2台を試乗してきました。こちらの2台はですね、結構前、秋頃だったかな、もう試乗会も開催されて、まあ丸山さんとあとはうちの、ディレクターの関根さんお二人が乗ってきたんで、まあある程度まあ各メディアも取り上げてたんですが、私小鳥ちゃんはまだこのヤマハの125シリーズを乗ってなかったんで、まあ、今回乗れる機会をいただき2台を試乗してみました。ただですね、今回、ストリートをまだ試乗はしておりません。今日来てるのが都民モーターランド、ここのショートコースでこの2台を走ってみたんですが、まあせっかくならね、ちょっとスポーティーに走りたい。でそれも広いコースだとね、多分この 125cc2 台は力不足というかパワー不足を感じてしまうんですけど、今回来てる都民モーターランドであれば、まあ、ショートコースでちょうど 125cc でもいい感じの走りを楽しめるんじゃないかなということで、まだストリートもねこの後乗るんですが、まずは先にサーキットミニコースを走ってみてどうだったのかっていうのをちょっと喋っていきたいと思います。この2台はね、昨年のモーターサイクルショーでも展示されてて、両方ともね結構すごいなって驚きを感じました。何がすごいって 125cc なのにそれなりの車格があるんですよね。ちょっとねパッと見れば普通にね 250cc ぐらい大きさがあるのかなっていうぐらい、特にね XSR125 に関しては結構大きさ、車格、あとねどちらもねシート高もまあまあ高いので、シート高が XSR の方が、810で、 YZF-R125 の方は815ということで、まあまあ高さもあり車格もあり、そしてパワーはですね、2台とも同じエンジン、共通のエンジンを使ってるので15馬力の、1万回転、結構回りますね待てあんまり見てなかったんですけど、結構上の方でパワーが出る。まあ今回ねたまたまサーキットで先に乗ったんで結構回してみました。結構グリグリ回してて楽しいエンジンだなっていうのも感じつつだったんですけど、じゃあまずちょっとねサーキットで走ったからこそ感じたんですけど、またがりでのポジションはまあストリートでも喋るとして、またがった時の伏せのポジション、これはやっぱね街乗りだとなかなかね XSR で伏せて走ることってあんましないと思うんですよ。でも今回ストレートとかでちょっと短いショートストレートで待ってもできるだけ風の抵抗感を減らすために回すスピードっていう感じで回してきた感じ、 XSR めちゃくちゃ伏せやすいんですよ。この高めのねバーハンでアップハンドルなんですけど、このまたがって握った時の高さもちょうどいいですし、乗ってる時にストレートで加速する時に高すぎないんですよ。多分ねこれがもうちょっとね大きい排気量の大型の XSR 系とかだと伏せた時にハンドルの位置が多分もう1箇所2箇所高いので伏せにくい、なので多分あんまり伏せることを想定してない、なんだろうポジションなんか、多分あんまりね XSR 系のレトロ系のデザインだと伏せて乗ることないと思うんですけど、この125のサイズ感だとすごく伏せやすい、そこがね今回乗ってみて一番感じた大きなポイントですね。で後ろにねお尻をずらした時もいい感じにこう結構フラットなシートしてるんですよ。段差がない分後ろにねタンデムしてることもないので、サーキットだと結構広いスペースでシートが使えます。なんでコーナーリングで前の方座っててもストレートでグッと下げて伏せるっていうシートを広く使えるのもここがフラットシートのいいところかななんて思いました。じゃあ次にこっちの R125 はねやっぱね YZF シリーズということで、ザ・スポーツ、ザ・なんだ SS っていう雰囲気出てますよね。でね今回このね R125 のね気に入ったところはフェイスのデザイン、本当にね YZF シリーズの R1 とか R7 とかの大型バイクとかと同じようなねシャープなライト、目のデザインをしてるので、これがねすごいかっこいい。だから遠目に見たらねなんか R7 だが R125、まあ R25、 いろいろ R3
いろいろありますけど、その系統とね同じ顔兄弟してるので、ここがね本当に SS 好きに突き刺さるところかななんて思います。あとはこのヤマハブルーだしねで伏せた時なんですけど、結構ね XSR と違って、あのまずライディングポジションとしてハンドルを握った時に結構絞り込んでます。セパハンになってますし、でねちょっとね車格のこの125という特徴もあり、少しねセパハンとしてはちょっと狭いかな、ちょっとだいぶ前のめりになりますね。同じ125のエンジンでもポジションがここまでこんぐらいから多分こんぐらい変わってくるので、そこはね乗り手の好みで選んでもらえたらなと思います。だ伏せた時はやっぱねフルカウル、カウル付きのバイクっていうことでスクリーンがあるんですけど、もうできる限りこのスクリーンにね体を入れられるように、少しでも風の抵抗を減らしてストレートでねスピード出せるようにっていう風にやれるのがこの R125 のこの走ってる時のこの楽しみで、シートの方もXSR と違って段にはなってるんですけど、割とライダーのメインシートが広いので、まあ私小鳥ちゃんが乗る分にはお尻を後ろにしてもそんなに後ろのリアシートの高さ、段になってるところが干渉しないかなって思いました。まあ後ろにね人を乗せるにはちょっとリアシート狭いかななんて思ったんですけど、まあメインのシートに座ってるライダーとしてはあまり気にはなりませんまああとねメーターとかでいろいろと違いはあるんですけど、まあその辺はまたちょっとストリートインプレの方で説明できればなと思います。ね、サスペンションはね 125cc なんで、まあ皆さんご存知のようにそんなに強いサスは純正では入ってないんで、あんまりスピードを出した状態でガツンやると底抜けしてしまうので、そこはねちょっとある程度 125cc のパワー感、ブレーキとサスペンション、そのバランスをちょっと純正で乗るときはちょっと考えて乗った方がいいかなと思うんですけど、ただね大きいコースに行かないんであれば全然この2台普通に楽しめると思います。だストリートで、まあ、高速乗らないぐらいの街乗りで楽しむのももちろんいいんですけれど、ちょっとこうなんだろうな、セカンドバイクとして小排気量でサーキット楽しむ、スポーツライディングを楽しむっていう人にも結構おすすめできるなと思います。でおすすめできるのが、普通だったらやっぱフルカウル SS モデルである IZF なんですけど、さっき言ったように XSR がね思いのほかめっちゃこのミニコースを走りやすかった。そこをね一番伝えたい、フルカウルじゃなくても楽しめるよっていうことで、どっちもねステップのポジションがどうなんだろう、膝の曲がり角的にね男性のちょっと身長が高い方、170後半とか80ある方だとね結構膝の曲がり角がきつくはなってしまうと思うんですけど、バックステップとか入れずに純正のステップで乗る分にはまあ問題なく普通に両方とも乗れるかなと思います。ただ個人的に不思議なのが、R125 が815に対し XSR が810なのに、なぜかこっちの方が緩く感じるのはなぜでしょうなぜかちょっと自分ではよくわからないんですが、こっちの方がちょっとシートの座った時の膝の曲がり角にゆとりがあるのを感じました。なんで違うのかわかる方はコメントで教えてくださいはい、じゃあまあ今回このね2台をサーキットで走ってみて、ミニコースで走ってみて、両方ともね十分楽しめます。というかね、ミニコースで走るのに大きいバイクで走るの結構きついと思うんで、このぐらいのバイク、まあ125から250ぐらいで走るのがぐいぐい上まで回せます。本当に1万回転まで回してシフトチェンジっていうのがこの排気量帯だからこそできる楽しさ。あのね400、まあ400もそうだけどね、600とかね1000とかいったら上まで全然回せないからね、下の回転数しか使えないし、シフトも下しか使えないけど、この2台だったらいくつだろう、2速、一応ね対等コ
コーナーは2速で回ったんですけど、基本3で、ストレートは4か5まで回せます。回転数もまあ1万8000から1万ぐらいまで回してシフトチェンジしてっていうのもできますし、かなり回す楽しさを街中でも、同じようにサーキットでも楽しめるのがこのヤマハの 125cc シリーズなんじゃないかななんて思いました。ということで、この後普通順番逆になってしまったんですが、この後この2台のストリートの方も乗っていきますので、ぜひそちらの方も見ていただけたらと思います。それでは皆さん、今日のところはこの辺で、さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回試乗した車両については詳細欄にリンクが貼ってありますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。また NSTV 制作委員会へのご参加もお待ちしております。